と奥さんとこいとうとアシスタントのくーちゃんです。はい、今日もこの2人でやっていきますよ。今日は9月の16日、はい、水曜日ですね。昨日の夜巻きましたよ、こちら。はい、ひろまるさん、お手製の自然農薬、バラの自然農薬の先輩ひろまるさんにいただいた自然農薬を夜こうやって巻いてましたけども、ちょっとこれ音がうるさいなと思いまして、夜なかなか夜中こんな仕事が遅くなった時にこの音はちょっとまずいなと思いましてですね、ホームセンターの方に行ってまいりました。そしてこちらのババン、このロングタッチ、なかなか良さそうな散布、はい、散布機械見つけちゃいました僕。こちら、はい、一目惚れしちゃったんで、ちょっとこちらの開封動画ですね、こちらをやっていこうと思います。そして開封するだけではちょっとつまらないので、はい、バラの初心者教室ラビアンローズさんおすすめのこの酸化アルマグ強力キトさんをせっかくなら散布していこうと思いますよ。はい、それなんでなかなかちょっと今日は大変な動画撮影になると思いますよ。まだまだこの香りのバラがたくさん今騒いでくれてますので、そちらのカットと遊んでいこうと思いますので、なかなか盛りだくさんの内容になると思いますが、本日も最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さてさて、今日も散布していきますよ。こちら畜作液、ニンニク、唐辛子、はい、このエキスですね、自然農薬、巻いていこうと思います今日も。はい、こちら両手が使えるように紐をつけましたよ、この懐中電灯に。はい、こちらでやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。この自然農薬をかけるとびっくりして芋虫がこうやって落ちてくるんです。落ちてきたところを捕獲できますよ。はい、はい、散布し終わりましたけども、なかなか夜にあのこのカコカコする音はうるさいですね。ということで、ちょっといいものをホームセンターで買ってきましたので、明日の朝そちらをご紹介する開封動画をやっていきますので、はい、楽しみにしててくださいね。では今日の夜はこれにて終了です。さあ、くーちゃん、ちょっと早速開けてみようか。うん、開けてみよう、開けてみよう。6788円のなかなかメタルボディのかっこいい振り向きでしたよ。こちらどんな感じでしょうか。よいしょ、なかなかちょっと僕これは気に入りましたよ。しっかりしてるなと思いました。作りがもう本当にすごいしっかりしてるなと思いましたよ、こちら。はい、ロングタッチっていうものですけども、まずここが気に入りました。この
散布ホース、はい、そしてよいしょ、まあ開封動画といってもこれ出すだけなんですけどねよっと、このステンレスボディにこの感じ良くないですか。なかなか9リットル入りますし、うんうん、よし、どれだ、この説明書、うわー、このメカニカルな感じが気に入りましたよ、こちら、はい、しっかりしてますから、金属で、なかなかいいと思いますよ。でかな、はい、そしてこの肩掛けですね、肩掛け、もうこれこういう感じなんですね、ポッポッと、なるほど、はい、こちら作っていきましょう。9リットルなんで、こちら、はい、1000倍に詰めていくので9ミリリットルずつ入れていきますよ、はい、よいしょ、そしてこの 1.5 リットルのペットボトル、果たして 1.5 のペットボトルを何倍入れたら9になるでしょうか。これ透明じゃないから見えないですもんねどれだけ入れたかって、なかなかの重さですねはい、ではちょっとやってみましょうか。こちらどんな感じだろう、ん、こ、お、あ、いいですよ、なかなか静かですよ、あ、いいですね、なんかいい感じですよ、これちょっといい感じです、これこれいいですよ、本当にこのロングタッチなんかいいですよ、ロングタッチ、ちょっと僕気に入っちゃいました。こいつはこれから僕の相棒になりそうですね。すごい静かですよね、カコカコ言わないし、はい、じゃあどんどん巻いていこうと思いますよ、ちょっとここ伸ばしました、これぐらいがいいかもしれない、
これすごい楽です。これならちょっと毎晩静かにやれそうですね。なかなかいいですよこいつ。はい、じゃあどんどんやっていきましょう。とても静かに楽に散歩することができましたよ今日は。ちょっと今夜からこれなら静かに散歩ができるです。いやーこれロングタッチ、これ思った以上に静かで高性能でしたよ。こちら部品の作りがとっても真面目でいいと思います。僕ちょっとこれ気に入りました。歯科技工士の僕としてはもうこれはちょっと最高です。はい、これもステンレスかなり長く使えると思いますよ。はい、こいつはもう僕の相棒ですね。これから毎晩ちょっと頑張ってこちらで自然農薬を散布していこうと思います。はい、酢酸カルマク強力キトさんは株元にもじょうろで巻いておきますよ。はい、ではいつもの香りのバラカットしていきましょう。クロードモネが綺麗に今日も咲いてくれております。いいですね今日のモネも。うん、ほとんどピンクですけどちょっと絞りが、白の絞りが入っておりましたよ。いいですね、とっても可愛らしいです。エディアールマネいかがでしょう。このエディアールマネとっても綺麗です。しっかり絞りも入れてきましたよ。そして今日はなんと京成バラ園さんのモモカ、皆さんいかがですか。モモカ綺麗です。はい、モモカのもう9月なんで秋バラと言ってもいいでしょう。秋バラの一番花と言ってもいいでしょう。どうでしょうかこちらのモモカ、とっ
ても綺麗です。香りも最高なんですよ。うわやば、はい、ルブランも可愛く小さく咲いてくれました。カオルノもとっても可愛く咲いてくれましたよ。そしてルシェルブルーいいですね。ストロベリー大切りもいいですね。はい、では今日はゴールデンクイーンタイムカットしていきましょう。今日も綺麗に咲いてくれたね、くーちゃん。うん、そうだね。今日はもう皆さん、今日の、はい、最高のおすすめこちらですね。京成バラ園さんの桃花、いかがでしょう。こちらのバラ、本当に桃花というだけあって、とっても甘くてフルーティーな香りなんです。最高ですよ皆さん、この京成バラ園さんの桃花。あー、そしてこのうっすらこのタイムがこの香ってくるとこはまた、あー、ハーブとこのバラのこの香りのミックスも最高ですね。なんだか爽やかです。爽やかでとっても甘くてフルーティー。あー、うわー、もう9月も半ばなんで秋バラと言ってもいいでしょう。こちらとっても綺麗です。はい、そしてこちらですね、クロードモネと、はい、エデュアルマネ、綺麗に咲いてくれて香りも最高なんです。うわー、もう今日も香りのバラたち最高です。もう今日もクンクン大王大満足ですよ。もうあたたたたたた、そうだね、くーちゃんまた遊んでいこうね。こちらもう本当にいつものようにうっとりしてしまいました。はい、ではいつもの妖精ちゃんからいきますよ。こちらのハーブで、で森から出てきた感を出しといて、そしてこちらの今日はルブランが綺麗です。そして今日は最高の桃花飾っていきましょう。はあ、今日はこんな感じで、はい、妖精は完成といたしましょうね。いかがでしょうか。とっても素敵です。はい、ではあとは今日もストロー剣山で遊んでいきましょう。今日はこんな感じで完成としておきましょう。いいですね、とっても綺麗ですね。すごい静かだったよね、くーちゃん。うん、全然気づかなかったね。え、もう散歩してるかどうかわかんないぐらいでしたよ。これなら真夜中でも散歩できますので安心です。はい、ではこれからも頑張って夜でも散歩していこうと思いますよ。はい、ではでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうね、またね。
ここで除草剤をまかないでください。いや、これは除草剤ではなく角の乾燥を防ぐため深い海のきれいな水をですね。除草剤じゃないなら結構です。はい、これが分かった方は相当のジブリ好き。